種類や規格を統一する標準化。おはようございます、マサルです。今回は標準化について一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。 IT パスポート令和2年秋問い5、製造業における標準化の事例として最も適切なものはどれか。あ、作業負荷の均衡を図り、かつ全工程から引き取る部品の種類と量を平準化した。い、生産活動を合理化するために製造に必要な部品や手順を統一した。う、生産管理プログラムの実行速度を向上させるために最適なアルゴリズムを選択した。え、製品の種類の削除や作業内容の見直しを通じて生産計画、生産工程、作業方法を簡素化した。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は E、 生産活動を合理化するために製造に必要な部品や手順を統一した。こちらが製造業における標準化の事例として最も適切です。それでは解説していきます。標準化とは製品の形や大きさなどを統一することのことを言います。なお、製品のように目に見えるものだけではなく、手順など目に見えないものも標準化対象になります。具体的に標準化されているものの例を見ていきましょう。まずはジャンコード、いわゆるバーコードですね。世界共通の商品識別番号で、どの事業者のどの商品かを表しています。ジャンコードはメーカーコードと呼ばれる商品を作った会社の番号、商品アイテムコードと呼ばれる他の商品と区別する番号、チェックディジットと呼ばれる読み取ったジャンコードに誤りがないかを確認する番号、この3つで構成されています。ジャンコードはこのような構成にしましょうと標準化されているので、全国どんなお店でも共通して使えているというわけなんですね。その他共通化されているものも見ていきましょう。次は QR コードです。 QR コードは2次元の情報であり、ジャンコードよりも情報量が多いのが特徴です。ジャンコードは横方向のみに情報を持つ1次元の情報です。 QR コードは水平と垂直の2次元方向に情報を持ちます。そのため QR コードの方が情報量が多くなります。なお、 QR コードを作ったのは日本の企業です。日本のどの企業が作った技術なのかは後ほどエピソードの中でお話しします。最後の標準化の例は情報セキュリティマネジメントシステムです。いわゆる ISMS です。 ISMS に関しては過去動画でも解説しています。簡単に言うと ISMS は組織でセキュリティを管理するための仕組みのことです。 ISMS のように目に見えない仕組みや手順なども標準化することができます。では先ほどの問題を見直しましょう。製造業における標準化の事例として最も適切なものはどれか。正解は E、 生産活動を合理化するために製造に必要な部品や手順を統一した。こちらが標準化の事例として最も適切です。では次の標準化に関する問題にも挑戦してみてください。 IT パスポート令和3年問い2、国際標準化機構に関する記述のうち適切なものはどれか。あ、ICANは工業や科学技術分野の国際標準化機関である。 E、 IEC は電子商取引分野の国際標準化機関である。う、 IEEE は会計分野の国際標準化機関である。 え、 ITU は電気通信分野の国際標準化機関である。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は え、 ITU は電気通信分野の国際標準化機関です。動画の冒頭では標準化の例を紹介しましたが、それらの標準化は標準化団体によって行われています。どのような標準化団体があるのかを覚えておきましょう。まずは ISO、 国際標準化機構です。電気通信及び電子技術分野を除く全産業分野に関する国際規格を ISO が定めています。ISO が標準化した規格は ISO の後ろに番号が続きます。例えば非常口のマークは ISO の7010番で標準化されています。ちなみにこの非常口のマークも日本人がデザインしたものです。次は IEC、 国際電気標準会議。 ISO は電気通信及び電子技術分野を除くとありましたよね。電気及び電子技術分野の国際規格に関しては IEC が標準化しています。
なお一部は ISO と共同開発しているので、規格名に ISO/IEC と書かれている場合もあります。次は IEEE 米国電気電子学会です。電気情報工学分野の学術研究団体、技術標準化機関です。例えば無線 LAN の通信規格などの標準化を IEEE が行っています。次は ITU 国際電気通信連合、電気通信技術の国際標準化組織です。過去動画でデジタル署名を取り上げましたが、デジタル署名のフォーマットの標準化などを行っているのが ITU です。あともう一つ ICAN、 ICAN は標準化団体ではありませんが、今回の問題の選択肢で出てきているので解説しておきます。 ICAN は IP アドレスなどのインターネット資源の管理を行っている組織です。 IP アドレスはインターネットをするときの住所のような役割です。もし同じ IP アドレスがインターネットに存在してしまうと、うまく通信できなくなってしまうので、ICANが IP アドレスなどの管理をしてくれています。では問題を見直しましょう。国際標準化機関に関する記述のうち適切なものはどれか。正解は ITU は電気通信分野の国際標準化機関である。こちらが正解です。この問題は消去法が大切かもしれませんね。ICANは IP アドレスなどのインターネット資源を管理するので、工業や科学技術の分野は関係ありません。IEC はISO 管理外の電気および電子技術分野の国際規格を標準化しているので、電子商取引は関係ありません。 IEEE は無線 LAN などの通信技術の標準化を行っているので、会計分野は関係ありません。このように消去法でも ITU が正解だと導き出すことができます。ではもう一問挑戦してみてください。 IT パスポート平成28年秋問い19、イーサネットの LAN や無線 LAN などに関する標準化活動を推進している米国の学会はどれか。 A. ICAN、 E. IEEE、 U. ISO、 A. W3C。 それでは正解の発表です。正解は IEEE です。 IEEE は先ほど出てきましたね。無線 LAN の通信規格などを標準化している団体です。間違い選択肢の中にW3C が出てきました。 W3C はワールドワイドウェブで使用されている技術の標準化を推進している団体です。ワールドワイドウェブと聞くと難しく思いますが、簡単に言うとウェブブラウザを使って利用できる便利なサービスと思ってもらえれば大丈夫です。ウェブの便利なサービスをみんなが使えるように標準化しているのが W3C です。問題を見直しましょう。イーサネットの LAN など無線 LAN などに関する標準化活動を推進している米国の学会はどれか。正解は IEEE です。 ICAN は IP アドレスなどの管理、 ISO は電気通信および電子技術分野を除く全産業分野に関する国際規格の標準化、 W3C は Web の標準化です。ではエピソードトークです。 ISO によって標準化されている QR コードについてお話ししたいと思います。QR コードは日本の企業デンソーウェーブが開発した技術です。 QR コード開発前のデンソーウェーブでは生産管理をバーコードによって行っていました。しかしバーコードは格納できる情報量が少なく、たくさんのバーコードを何度も読み取る必要があり、作業効率が悪いという問題点がありました。この問題を解決するために開発されたのが QR コードです。 QR コードは2次元で情報を管理できるため、情報量を多くすることができます。その結果、読み込み回数を減少させて業務の効率化に成功しました。さらに QR コードのすごいところは、汚れ、破損に強く読み取りやすいという特徴があります。バーコードの場合、一部が汚れてしまうとスキャナで読み取ることができなくなってしまいますが、 QR コードの場合は一部が汚れていたり欠損していても読み取ることができます。さらに QR コードは様々な角度から読み取ることができるようになっており、読み取りやすいという特徴もあります。今や我々の生活に欠かすことのできない QR コード、開発してくれたデンソーウェーブさんに感謝ですね。それでは最後に復習です。製造業における標準化の事例として最も適切なものはどれか。正解は E、 生産活動を合理化するために製造に必要な部品や手順を統一した。手順も標準化の対象になることを覚えておきましょう。次の問題、国際標準化機関に関する記述のうち適切なものはどれか。正解は A、 ITU は電気通信分野の国際標準化機関である。この問題は少し分かりにくいので消去法で考えてみると分かりやすいかもしれません。次の問題、
イーサネットの LAN や無線 LAN などに関する標準化活動を推進している米国の学会はどれか。正解は IEEE です。それぞれの団体がどのような活動をしているのか覚えておくようにしましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。現在2024年の1月18日に5万人達成見込みです。達成かなり厳しくなりました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。